い、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、画期的な涼しさ、保冷剤ヘアアレンジをご紹介します。暑くなってきたらね、もう涼しくしたいと思ってね、ヘアアレンジをされる方多いと思います。なんですけど、もうそれやっても、もう限界に暑いっていう時ってありますよね。そこで今日は、画期的なヘアアレンジをご紹介します。なんと、使う商品は、こちら、保冷剤です。え?って思われる方も結構多いと思うんですけど、結構ね、涼しく快適に過ごせるような感じになります。なのでね、どうしても暑い日、ぜひね、この方法皆さん一度は試してみてください。それでは動画をどうぞ。まずブラシで全体的にとかしていきます。この時にもつれだったりとか絡まりをしっかりと取っておいてください。で、その次に髪の毛を後ろで割るんですけど、なるべくね、斜めにこんな感じで分け取ります。で、気持ちいいこの上の部分ですね、分け取った上の部分の髪の毛の毛量が多いぐらいでベストです。で、次に保冷剤、まあ、できるだけちょっと小さめのやつの方がベストかなと思います。で、これをこの分け目の部分に、ちょっとこの斜めの分け目の部分にこう沿わせようかな。で、できればちょっとこの後頭部あたりぐらいですかね、の髪の毛の上に置いてあげるのがベストです。で、このまま上の髪の毛で少しこの保冷剤を隠します。で、その次に多分こちら側がちょっと出てると思うので、この反対の髪の毛を持ってきて、ここで覆いかぶします。で、まあ、残ってる髪の毛だったりとかを一緒に全部まとめて、で、この時にね、保冷剤がちょっと出てたら、この表面の髪の毛をね、少しこう鳴らしながら隠すようにしてください。で、このまま半時計回りですかね、にねじりながら髪の毛を持ってきます。で、ワニクリップで部分をバシッと取れます。あとはね、保冷剤が出てきてないか確認しながら、少しね、バランスを見ながら、ちょっとだけ凹凸をつけます。なんかペタッとしててもいいんですけど、やっぱりね、この凹凸をつけることによってね、保冷剤もちょっと隠れたりとか、少しね、抜け感というか、ルーズ感が出て、おしゃれに見えますので、こんな感じでね、保冷剤が隠れて、バランスが良くなったら、完成です。はい、ということでね、こんな感じでご紹介させていただきました。保冷剤、結構ね、種類あると思います。今日使ったのちょっとツルツル素材の保冷剤なんですけど、僕ね、犬を飼ってて、で、夏場ね、散歩する時に保冷剤巻くんですね。で、その時に皆さんご存知の方多いと思うんですけど、ちょっとツルツル素材と少し紙っぽい素材あるじゃないですか。紙っぽい素材でつけてあげると湿りづらいというか、ベチャベチャになりづらい。で、ちょっとツルツル素材だと少しね、湿りやすかったりするので、もしね、気になる方は紙っぽい素材で、なるべくね、小さいやつで、試していただけるとヘアアレンジは結構長持ちできるかなと思います。その辺も踏まえて参考にしてみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。